ラシャペル・サン・ソブールは、フランス、ペイドラ・ロアール地域圏、ロアールアトランティック圏に、かつて存在したコミューン。この農村のコミューンは、フランス革命前夜に教区として誕生した。ラシャペル・サン・ソブールは、ブルターニュとアンジュの境である、マルシュとブルターニュ地方に位置している。19世紀から20世紀初頭までの間、石炭採掘が行われ、地元の農業活動と競い合った。 1870年代以降人口が減少し続け、一世紀後に減少は止まった。コミューンは21世紀初頭から人口増加を取り戻している。2016年1月1日、ラルクシェール、ベディニエ、バラドと合併し、コミューンルーベルであるロワロクサンスとなった。県におけるラシャペル・サン・ソブールの一ラシャペル・サン・ソブールは、 直線距離で、アンスニの東 17km、アンジェの西 32km、ナントの東 50km のところにある。周囲のコミウムは、同じ県では、ベディニエ、バラド、モントルレ、ルフレンヌシュルロワール、メーヌイコールエイコールロワール県では3シジスモンである。ラシャペルサンソブールは、アルモリカ3階の東端に位置している。街の地形はかなり平坦である。 いくつかの小さな川がコミューンを流れている。1767年まで、この土地はモントルレ教区の一部だった。この頃、地元の礼拝堂は、聖なる、救世主ナザレのイエスに捧げられた。この礼拝堂が、教区教会となった。1793年にこの教区から誕生した。コミューンは、ラ・シャペル・サン・ソブールの名を採用したのである。ガロゴでは、 ラシャペル・セイアント・ソボアである。フランス革命時代はロリオールと呼ばれた。中世以前にコミューンの土地を占拠していた人の痕跡は見つかっていない。周辺の地域は9世紀にブルトン人支配下に入る前にはケルト人やガロローマ人が移住していた。ラシャペル・サン・ソブールの領域はまた非常にアンジュの影響を受けていた。1196年に バラド領主アンドレが記した寄進状により、モントルレの礼拝堂の存在が証明されている。その後、モントルレ教区に依存するようになった。領域は、ブルターニ公国と同様、1532年にフランスに併合された。17世紀には、ボルドー司教座のドル修道院がその責任を負っていた。1767年、ラ・シャペル・サン・ソブイルは同じ名の教区となった。 19世紀初頭のコミューンは、無税ユ門トルレ炭鉱会社が創業する炭鉱と、共に、経済及び、人口の沸騰を経験した。20世紀初頭に、これらの炭鉱が閉鎖されると、コミューン経済は、全面的に農業によるようになった。少なくとも2世紀にわたって、コミューンには製粉所があった。この田舎町で観察されていた。 人口統計現象は1980年代に停止し、その後21世紀初頭に増加に転じた。ソースイコール1999年まで、LDH, イヘス、カシニー、2004年以降 INSEE ジャイレール城、バス、ジャイレール城は、4つの塔を持つ防衛機能を備えた、城である。フランス革命時期に起きた、バンデ戦争のガレルヌの方向で、 おそらく燃やされてしまった。その後所有者のルベル氏によって行われた建物修復は不完全に終わり、それによって現在の外観となった。破壊された城に代わって、ルベル氏は1830年代からジャイレール城を建て、1870年代に移った。原型の建物はディレクトワール様式であった。この場所は、 1820年代に建てられたオレンジ園や18世紀のものに触発された建物で構成されていた。1820年代に建てられたジャイレール礼拝堂もネオロマネスク様式のレンガ建築である。トランフィギュラシオン教会は1870年代に建てられた。建物北側のわずかな部分、浴廊の近くは古くの礼拝堂の要素を明らかにしている。 ありがとうございます。